4人で食べるシーンに関してはもうリハーサルを何度もして、うん、で、まあ、実際はそのエアーでやってたんですけど、はい、いざ現場入って食べてる時は本当にもう美味しくて、ハラマに関してはおかわりしようとしてましたからね。見るハルマくんがいたからこそできた龍馬だと思ってます。ハルマくんの目を見れば、あ、もう絶対大丈夫だって思えるような強さがある五代さんはすごい、そこが魅力だなと思いながら現場でもお芝居してました。中心でハルマはすごい頑張ってくれてる姿がすごいみんなの励みになってたと思います。仕事以外で情熱を注いでいることって何かありますか？翔平、でももともとほら、またまた春馬と一緒にサーフィンとかね。ああ、そうですね。ずっとやってたから。まあでも本当に今は、もうとにかく11日の公開に全てを注いでます。いや、俺だってやってるよ。俺、もうやってるよ俺。なんか何もしてくないみたいに言うなよ。すき焼きを食べるシーンがものすごく楽しくて、本当に腹の底から笑顔になれるシーンだったので、もちろんあの春馬とは作品、はい、クランクイン前にいろんな打ち合わせとかあの話し合いをして、で4人で食べるシーンに関してはもうリハーサルを何度もして、うん、で、まあ、実際はそのエアーでやってたんですけど、はい、いざ現場入って食べてる時は本当にもう美味しくて、ハラマに関してはおかわりしようとしてましたからね。いや本当に食ってたもんな。ハルマと翔平と僕と3人でよくご飯食べに行きましたね。行きましたね、はい、夜中に焼き肉とかバリバリ食ったもんね。ハルマめちゃくちゃ食うから、あいつだおごりっぱなしなんだよな俺本当に。僕らの中で全くあいつがいなくなったなんて感じてないぐらい、今日はたまたま忙しくて来てないぐらいの気持ちで僕らもいるんで、たくさんの感想をあの僕らにもあの教えてもらえたら、あいつにねなんかメッセージとかすげえなんかみんな楽しんでくれてるよって伝えられたらいいなとすごく思ってます。今日の舞台挨拶も一緒だったんですね。もちろんもちろん、うん、だから決しても悲しい気持ちにはならずに前向きな気持ちになってほしいです、うんうん。